ーを体験しよう。子供たちとも喜び合えると思うので元気になろう。白川スポイチ、福島ユナイテッド FC でサッカーを体験しよう。イエーイ。ということで今日は2人のお友達と一緒に1日サッカー体験をしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまずは自己紹介からお願いします。兄がリンタロウです。10歳です。好きな食べ物はリンゴとバナナと梅干しです。梅干しはご飯と一緒に食べるの？いや、そのままそのままがいいんだ。すごい面白い。じゃあお隣のお友達も自己紹介お願いします。井上優斗です。好きな食べ物は白ご飯と梅干しです。うわ最高だね。おいしいね。優斗くんはサッカーはしたことありますか？何回も来たことあるからね。すごいね。じゃあ今日はどんな気持ちで来ましたか？勝てるかな。勝てるかな。すごい楽しみだね。りんたろうくんはサッカーはしたことありますか？そんなにはない。遊びの中でじゃあお友達とボール蹴ったりするぐらいかな。じゃあ今日はコーチに練習を教えてもらえるっていうことと、あとはサッカー選手の試合を間近で見ることができるので楽しみですね。一緒にねサッカー体験していきましょう。出発。イエイ、行こう。あと子供たちも気をつけて楽しくやっていきましょう。よろしくお願いします。1スイッチは2バレちゃった。玉乗りじゃなくて玉蹴ってください。はい、OK。 で、今から2個の試合やる。1個は、初めはボールいっぱいの、で、その後、最後ボール1個の。じゃあ最初のボールは1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10個ありますよ。じゃあ最初はコーチたちにボール渡すからね。ボール取ってからスタートしますよ。ダメ、離れて離れて。はい、じゃあ行きますよ。
何しろよ、待ってろ。行け、プロの球場程度。試合が終了しまして、まだもう私たちも興奮してるんですけれども、まずはお疲れ様でした。鎌田翔真選手、そして橋本陸選手にこうして来ていただきまして、ここからは子どもたちの質問などにも答えていただきたいと思うんですが、実は今日はお友達2人と一緒に1日サッカー体験させてもらいまして、ゆうとくんとりんたろうくん、ね、今日の試合見て、まずはねその感想も聞きたいなと思うんですが、ゆうとくんどうだった？引き分けだったけど悔しかったけど、でも今度は勝ちたい。そうか、これからもね応援頑張ってこうね。りんたろうくんはどうでしたか？初めて今日見たから楽しかったです。それで今日は引き分けになってしまったけれど、次は勝てるように頑張ってほしいです。またサポーターが増えましたね。本当に凛太郎くんはこうやって試合を見るのが初めてということだったので、本当にね、上に上がった時にはすごいねっていう目がキラキラしている表情も印象的でしたし、まずその興味もすごく示してましたし、そこでゆうとくんが何度かも試合を見ているので教えてくれてたんだよね。解説をしてくれてました。すごく楽しく今日観戦させていただきました。そして今日一日サッカー体験をさせてもらう中で、子どもたちから直接お二人に聞いてみたいことがあるということなので、質問よろしいでしょうか？じゃあ凛太郎くんからまず質問しますか？はい、試合が終わって今の気持ちはどうですか？
かがですか？そうですね、本当にこうやって試合に見に来てくれてて、勝てなかったのは本当に申し訳ないんですけど、まあ、僕たちがやってるサッカーは、まあ、今日引き分けで終わってしまったんですけど、間違ってないなと思ったので、まあ、もっともっと観客が増えてもらうには勝たないといけないと思うし、そうやって勝つことによって子どもたちとも喜び合えると思うので、次は絶対に勝ちたいなと思います。すごいです。いかがですか？はい、まあ、今日こうやって見に来てもらって、まあ、たくさんの方にこうやって試合見に来てもらってますし、まあ、今年のユナイテッドのサッカーっていうのが、結構人を魅了するサッカーができていると思いますし、まあ、そういう中で、まあ、今日勝てなかったっていうのは僕たち選手たちもとても悔しいですし、応援してくださった皆さんとも同じ気持ちなので、まあ、次こそ、まあ、また見に来てもらえれば、次こそは勝てるように頑張りたいなと思います。ありがとうございます。もう本当に私たちも心一つに、もうサポーターの皆さん の, 応援の中、いやもう一緒にこう応援させてもらって本当に魅了されました。ありがとうございます。ゆうとくん、何か聞きたいことさっき言ってたよね。はい、質問できますか？いつも応援してるんですけど、僕たちの声を聞こえてますか？いかがですか？もちろんしっかりと聞こえてて、本当に一時期、まあ、コロナがひどい時期は無観客でやっていて、まあ、そうするとやっぱり、まあ、モチベーション、まあ、それでまあ左右されるっていうのは、まあ、良くないかもしれないんですけど、まあ、本当にファンの声が僕たちがピッチに聞こえることによって、まあ、それだけで僕たち力になるし、本当にとても助かってます。ありがとうございます。嬉しいですね。今リクが話したように、今は、まあ、声を出しての応援がたくさんそれでできるわけでもないので、まあ、そういう中で、まあ、手拍子だったり、太鼓の音だったっていうのは僕らは本当に力をもらっていますし、まあ、何より、今日それ最後のやつ追いつけたことは、まあ、間違いなくそういう応援してくれる皆さんの力なんだと思うので、まあ、本当に感謝しています。いや、なんか嬉しいね。これからもなんか力入れてね、思いがちゃんと届くんだと思ったら、応援ももっともっと頑張りたいね。りんたろくん、他には質問ありますか？はい、今試合終わって、帰ったら、練習をするか、休むかどっちなんですか？そうですね、まあ、基本今日はゆっくり休んで、まあ、明日リカバリー、まあ、体をちょっと軽く動かすぐらいの感じで、今日はみんな休みと思います。同じですね。いや、実際にそういった部分のお話ってなかなか、はい、聞けないので、すごいね、そういったところ気になったんだね。でまずは体を休めることも練習のうちということですね。そしてまた明日からまたリカバリーということで、実際にお二人に聞きたいんですけれども、ズバリサッカーの楽しさっていうとどんなところになりますか？そうです、僕はまあ攻撃の選手なので、まあ、まあやっぱり点を決めた時の嬉しさっていうのは、もう本当にそこが僕がサッカーを続けている一番の理由かなと思って、本当に得点を決めることによって、まあ、自分も嬉しいですし、まあ、家族だったりサポーターだったりも喜んでもらえることが嬉しいので、そういったところは一番のサッカーの大学だと思います。なるほど、いかがですか？そう、僕の楽しさっていうのが、本気でやるからこそ楽しさがあるっていうのが、僕のモットーというか大事にしていることで、ただ楽しむだけだったら、まあ、テレビゲームだったり友達と遊ぶことでも楽しさってたくさんあると思うんですけど、今こうやってプロサッカー選手として、まあ、それを仕事でやってる以上、本気でその仕事に対してやっていることが結果に出た時にやっぱ本当に楽しいって思えるので、本気でやるからこそ楽しさがあるっていうのは、これから多分知っていくと思うので、それを知ってほしいなと思います。いかがですか？本気だって、二人は本気で何かやってることってある？ある。え、お、サッカー練習本気でやってる？おー、かっこいい。みんたろくん、本気でって言われると
まあ、義務化いいか。お。これも大事ですよね。この本気という感覚をまず自分で感じるところでしょうか。そうなんですね。今日本当に凛太郎くんこういうサッカー体験は初めてだったんですけれども、やっぱりこう初めて何かに取り組むってちょっとこうドキドキがあったりっていう不安もあるかと思うんですけども、サッカーをこれから始めたいなって思ってる子どもたちに向けて何か一つこう伝えるとしたらどんなところでしょうか。そうですね、僕がサッカーをまあやっていて思ったのは、まあ、サッカーをすることで、まあ、身体能力も上がるんですけど、それよりも人間性っていうところを、まあ、小さい頃からやって身についたなと思って、まあ、こういったまあコミュニケーションをすることもそうですし、まあ、精神力も鍛えられるし、まあ、そういったところはまあサッカーはもう本当に人間の大事な部分もまあ育ててくれると思うので、まあ、本当にサッカーはいいスポーツだな。素敵ですね。いかがですか。そうですね、まあ、ちょっと進んでいくと少しかぶってしまうんですけど、まあ、僕、まあ、子どもの時に転校だったりそういう経験もしてたので、まあ、やっぱ知らない土地に行ってどうやって友達と仲良くなるかっていった時の、ものがサッカーを一緒にやって、そこから友達と仲良くなるっていうコミュニケーションの僕のその一部だったので、やっぱそういう、まあ、サッカーに限らずいろんなスポーツでやることで、コミュニケーションを取れるようになって、そこから仲良くなれる友達もたくさんできると思うので、まあ、それがサッカーだったら嬉しいなと思います、ね、なるほど。本当にこう今お二人のお話聞いていても感じたんですけれども、今日サッカー教室で参加して始まったばっかりの2人の表情って、やっぱり初めてのところにこう知らないお友達の中に行くっていう緊張もあったと思うんですけど、やっていくうちにもうすぐ表情が変わって、もう満面の笑みだったもんね。楽しいってもうね、お父さんのところに行っていっぱい報告してたもんね。だからそういうところがやっぱりコミュニケーションのこのきっかけにサッカーがなっていくっていうところなんだなって感じました。本当にありがとうございます。たくさんの子どもたちもこの映像を見てると思うので、ぜひお二人から子どもたちへのメッセージもいただければと思います。よろしくお願いします。そうですね、本当にこれからも福島エナジェット応援してほしいですし、まあ、一番はこういったスタジアムに来て見てもらうのが、まあ、本当に、まあ、テレビで見るのもいいと思うんですけど、まあ、こうやったスタジアムに来ることによってまた感じられるもあると思うので、まあ、皆さんが来てもらえれば僕たちも本当に力になっていいサッカーができると思うので、ぜひスタジアムに。はい、まずは、このような機会をいただいたことに感謝していますし、これから、まあ、僕たち、そのサッカーで、この福島を盛り上げることもそうですし、まあ、何より子どもたちに夢を与えるのを僕らの仕事だと思っているので、本当みんなが楽しく、サッカーってこうやって楽しく見れるものだったり、一緒にプレーすることが楽しいと思えるように、僕らも、これから一生懸命頑張っていくので、応援の方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。浜田翔馬選手、橋本陸選手、今日はこの試合の後というこの貴重なお時間いただきまして本当にありがとうございました。楽しかったね。一日本当にありがとうございます。これからも応援してます。応援しようね。それでは最後にみんなで声を合わせていきましょう。白川スポイチ、みんなで体を動かして元気になろう。